2個、3個、1個、2個、3個。何してるの、ポワール。僕の石を数えてるんだ。どうして？僕は石を集めてるのさ。なぜ繰り返すの？1個、2個、3個って。3個しか持ってないし、数は3までしか知らないんだ。食事の回数を数えたら、もっと数を覚えられるわ。それはいい。それと、石をたくさん集めたいなら、ジャングルの中よりも砂漠に行く方がいいんじゃないかしら。あらま。どうかなさったか、その格好。私ちょっとばかし怖いんでございますので、頭隠して尻隠さず。怖いって私がか？私はただの一コブラクダだがの、あなたはどちらさんでいらっしゃいますかの。私ダチョウでございますの。飛べませんけれど早く走れますのよ、ちょっとばかしね。ユニークなお方ですな。どうしてこんなところに？ずっと昔この砂漠は緑に覆われていたんです。ゾウやレイヨウダチョウもいたんでございますから。ああ、ご先祖の住んでたところを見にいらしたか。でもちょっとばかし道に迷いまして。喉もお乾きでしょ。サバンナ行けば水がありますぞ。こんにちは。ま、あなた石なんか食べてそんなことしてお腹壊さない？鶏だってやってるでしょ。知らないの？お腹の中で種を砕くの。種を食べる仲間はみんなやってるわよ。ほい。あのすみません、ちょっとお伺いしますが、どうかしちゃったの、その格好。探しとるんです。はあ、何かなくしちゃったんですね。こんな格好のダチョウを見たので、その理由を探しとるんです。ああ、そうですか。僕は石を探してるんですけど知りません。どこへ行けば綺麗な石があるのかな。知っとるよ、教えてあげよう。まったくポワール、どこかしら。あ、いたわ。どうしたのポワール、なんかなくしたの？石を探してるんだよ。その格好で？うん。ラクダさんもなんか探し物？私のことはほっといてほしいんだがの。私です、渡り鳥のラディ、覚えてますか？おお、忘れてはおらんぞ。して何を探しに砂漠へ？石ころか？それとも何かもっと別の？ポワールを探しに来たんです。今やっと会えました。ならば行くがよい。私は一人で心ゆくまで考えたいのだ。砂漠の静けさに身を浸しての。あらま、綺麗な小石。ちょうど種をたくさん食べたところだから、これくらいの小石を飲んどくと消化が良くなるわね。パクリ。ではちょっとばかしお昼寝。ラディ早く、すっごく綺麗な動く石を見つけたよ。私は石でなく雲なんだって言ってやってよ、こちらに。ポワール、しっかりして。動く石だなんて雲さんが困ってるじゃない。あれ、ごめんなさい、雲さんだったの？てっきり石かと思っちゃって。もういつその大きな足に踏まれるかと気が気じゃなかった。でもさ、石探してるんならいいのがあるよ、これ。わあ、すごい、見たこともない綺麗な石だ。砂漠のバラっていうの。砂漠のバラ？本当、バラの花みたいに綺麗。私はね、石じゃなくてちゃんとした雲だからね、間違えないで。さあポワール、砂漠のバラを持ってそろそろ帰りましょう。嬉しいな。ねえラディ、これで僕の石のコレクションは何個になったのかな。3個持ってたんだから1個増えて全部で4個。1個、2個、3個。1個、2個、3個。おかしいぞ。あ、緑の石がなくなってる。1個、2個、3個。ほんとね、ポワール、私にはちょっと心当たりがあるわ。すいません、ダチョウさん、緑色の石召し上がりませんでした？ヘッとばかし、ヘッとして、ヘッとしました。ヘッけど、あとヘッと。あの緑の石は友達の大切なコレクションなんです。おか、ヘッとします。ヘッけど、ヘッ。大丈夫ですか？どこかお加減でも。え、シャッキーが止まらん。ヘッくりで、ヘッくれば、ヘッくるとき。あー、ヘッくり。いや、びっくり。おえ、ポトリ。あったわ。ダチョウさん、びっくりさせてすみません。でもシャッキリ止まったみたいだね。1個、2個、3個、4個。1個、2個、3個、4個。でもラディ、石って食べると美味しいのかな？やめてよ、ポワール。それは一部の鳥さんだけの話。なんか少し残念。わ？それはいい。それと、石をたくさん集めたいなら、ジャングルの中よりも砂漠に行く方がいいんじゃないかしら。あらま。どうかなさったか、その格好。私ちょっとばかし怖いんでございますので、頭隠して尻隠さず。怖いって私がか？
私はただの一コブラクダだがの、あなたはどちらさんでいらっしゃいますかの。私ダチョウでございますの。飛べませんけれど早く走れますのよ。ちょっとバカしね。ユニークなお方ですな。どうしてこんなところに。ずっと昔この砂漠は緑に覆われていたんです。ゾウやレイヨウダチョウもいたんでございますから。ああ、ご先祖の住んでたところを見にいらしたか。ええ、でも、あらま、綺麗な小石。ちょうど種をたくさん食べたところだから、これくらいの小石を飲んどくと消化が良くなるわね。パクリ。では、ちょっとばかし、お昼寝。ラディ、早く。すっごく綺麗な動く石を見つけたよ。私は石でなく雲なんだって言ってやってよ、こちらに。ポワール、しっかりして。動く石だなんて、雲さんが困ってるじゃない。あれ、ごめんなさい。雲さんだったの？てっきり石かと思っちゃって。もういつその大きな足に踏まれるかと気が気じゃなかった。でもさ、石探してるんならいいのがあるよ。これ。うわあすごい。見たこともない綺麗な石だ。砂漠のバラっていうの。石があるのかな。知っとるよ。教えてあげよう。まったくポワールどこかしら。あ、いたわ。どうしたのポワール。なんかなくしたの。石を探してるんだよ。その格好で？ああ。ラクダさんもなんか探し物？私のことはほっといてほしいんだがの。私です。渡り鳥のラディ、覚えてますか？おお、忘れてはおらんぞ。して何を探しに砂漠へ？石ころか？それとも何かもっと別の？ポワールを探しに来たんです。今、やっと会えました。ならば行くがよい。私は一人で心ゆくまで考えたいのだ。砂漠の静けさに身を浸しての。1個、2個、3個。1個、2個、3個。何してるの、ポワール。僕の石を数えてるんだ。どうして？僕は石を集めてるのさ。なぜ繰り返すの？ 1 個、2個、3個って。3個しか持ってないし、数は3までしか知らないんだ。食事の回数を数えたら、もっと数を覚えられる。ちょっとバカし、道に迷いまして。喉もお乾きでしょ。サバンナ行けば水がありますぞ。こんにちは。まあ、あなた石なんか食べてそんなことしてお腹壊さない？鶏だってやってるでしょ。知らないの？お腹の中で種を砕くの。種を食べる仲間はみんなやってるわよ。ほい。あのすみません、ちょっとお伺いしますが、どうかしちゃったの？その格好。探しとるんです。はあ、何かなくしちゃったんですね。こんな格好のダチョウを見たので、その理由を探しとるんです。ああそうですか。僕は石を探してるんですけど知りません。どこへ行けば綺麗な